1月12日愛媛県武道館で令和2年鏡開き式が行われました。これは公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団と県内の9つの武道団体が武道の普及や技術の向上を願って毎年開いているものです。式典では各団体を代表して愛媛県合気道連盟松田誠二理事長が鏡餅に木槌を振り下ろしました。その後各武道団体による演舞が披露され、伝統の技術が披露されると客席からは大きな拍手が送られました。初稽古も行われ、参加者たちは新年の誓いを込めた稽古に打ち込んでいました。